12レース6号艇の松田大志郎選手です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。小島は今年の7月に続いての登場ということになりました。今回は2連対率 37% のエンジンなんですけれども、前傾の感触はいかがでしたか？そんなに悪い感じはしなかったです。はい、前節から温水パイプが装着されて前回の人は輸出しているんですけれども、もらったままの状態で特訓に行かれたんですか？そうですね、そのまま行ってみたんですけど、ちょっと気温がだいぶ下がってたので、はい、回転はちょっと上がりすぎてるなぐらいだったんですけど、はい、前傾としてはいい兆候だと思うんで、はい、プロペラちょっと叩いて行ってみようかなと思ってます。はい、今回はプロペラの微調整で行けそうな雰囲気はありますね。そうですね、はい、はい、もう前回の小島は非常に苦労されたと思いますから、どういう状態でエンジンとプロペラと巡り合うかにもよりますね、戦いはね。そうですね、今回は大丈夫です。はい、ここに特徴をつけていきたいなとかっていうのはありますか？ちょっとまだきっちり把握してないですけど、はい、エンジンの一番いいところで走れればなと思ってます。はい、もう今回は思う存分ご自身のレースをしていただきたいと思います。はい、一節間にかける意気込みをお願いします。そうですね、前回あまり良くなかったので、今回はしっかり暴れて帰りたいと思います。応援お願いします。